皆さんこんにちは。この動画では日本語の文法と会話を勉強します。今日のフレーズはコーヒーを飲みに行きます。今から日本の人が話します。日本の人は何と言っていますか？会話を聞いてみましょう。タリーズコーヒーってコーヒー屋さんがあるんで、ちょっとこの後そこにコーヒーを飲みに行こうかなと思っています。今日のフレーズ、コーヒーを飲みに行きます。家族とご飯を食べに行きます。友達と映画を見に行きます。会話の練習をしましょう。ティアラさん、この後ご予定はありますか？特にありませんが、コーヒーを飲みに行こうと思っています。山田さんは？私は本を買いに行こうと思っています。そうですか。どうでしたか？日本の人と話すときにぜひ使ってみてください。